今回は体幹力をつけるトレーニング法を紹介します。美しく見える、しなやかな所作が実現する体幹力トレーニング。1、すっと伸びた美しい姿勢にお腹痩せも実現する体幹力トレーニング。2を紹介。体幹力トレーニング1、体幹がしなやかに動かない人の歪み取り筋トレ。体幹を支える深層筋まで目覚めて働き出すようにお腹にしっかり意識を向けて行います。次の問題を克服。腹筋が弱く体幹をまっすぐに保てない、体幹の力が弱く正しい動きができない、骨盤を下から支える骨盤底筋群や体幹を安定させる、深層部の筋力が弱い、体幹から大きく転がろう、手足クロスの寝返り、肘と膝を対角線上につけ体幹の力を使って体勢を変える、ゆっくり行うと効き目アップ、呼吸を止めないように。1、仰向けに寝て左肘と右膝をつける、つかなければタオルなどを挟んでも OK、 右手と左足は伸ばす。2、左肘と右膝をつけたまま呼吸を止めずに目線を右に向け体を右に回して横向きになり元の姿勢に戻る。これを10回、反対側も同様に行う。左右10回ずつ行う。陥りやすい NG 例、元に戻るときつけていた肘と膝が離れてしまう、グラグラしなくなれば OK。 一人バトンリレー、不安定な片膝立ちの姿勢で行うのは体幹をしなやかに鍛えるため、ペットボトルを移動するとき肩や腕が力みすぎないように。1、右足を前、左足を後ろにして腰を落とし、左膝を床につけたら両膝を直角にする。右手でペットボトルを持ち右膝の外側に当てる。2、背筋をピンと伸ばしたままペットボトルを後ろに回して左手に移す。陥りやすい NG 例、動作の途中で猫背になってしまう、力んで呼吸が止まる。3、左手に持ち替えたら右膝の内側に当てる。これを10回、反対回しもしたら足を入れ替えて同様に行う。左右10回ずつ行う。体幹力トレーニング2、体幹を固く保つ力が弱かった人の歪み取り筋トレ。正しい運動姿勢が崩れないようにゆっくり行うのがポイント。次の問題を克服。体幹の動きが悪くしなやかさに欠ける、体幹を安定させる力が弱く姿勢が崩れやすい、お腹を膨らませる力を高める、仰向けドローイン呼吸。お腹を膨らませたとき、おしっこを途中で止めるように力を入れると、骨盤底筋群が刺激され、体幹の力がより上がる。1、仰向けに寝て両脚を揃えて伸ばし、つま先を直角に立てる。手のひらは下向きで、体側から少し離しておく。2、鼻から息を吸い、お腹を膨らませたら、おしっこを途中で止めるような意識で、力を入れてからゆっくり吐く。これを10回繰り返す。10呼吸。陥りやすい NG 例、息を吸うとき肩に力が入って上がる、お腹ではなく胸が膨らむ。これができればあなたも体幹美人。肘立てプランク、肘とつま先をついて体幹の力で体を支える。前のめりになりやすいので体重を後ろ側にかけ足首を直角に保つ。1、うつ伏せになり肘を肩幅に開いたら直角に曲げ、手は軽く握る。足は骨盤幅に開き、つま先を立てる。目線は下を見たままで。2、仰向けドローイン呼吸のようにお腹を膨らませて、息を吸って体を持ち上げ背中をまっすぐにしたまま30秒を目標にキープする。30秒キープかける1回。陥りやすい NG 例、お腹の力が抜けて下がり腰が反ってしまう。どうでしたか？
ここで紹介したエクササイズで柔軟性を向上させ、体の歪みを取り、美しい姿勢を目指しましょう。